それでは今回の作戦です。我が軍がティターンズから奪取したグリプス2コロニーレーザーはエウーゴに奪われ、我々のアクシズ落とし作戦もそれにより阻止されてしまいました。未だエウーゴの手にあるコロニーレーザーですが、近々エウーゴが再びこれを使用してくることは間違いありません。俺たちアクシズ軍が撃たれるかな。いえ、ティターンズは今ジャミトフ、バスクを失い戦意喪失状態です。おそらくティターンズと決着をつけるため、ティターンズにレーザーを撃つだろうというのが我が軍首脳部の考えです。そうでしょうね。ティターンズが崩壊すれば地球連邦全体がエウーゴ支持でまとまるでしょうから。そこで我が軍はコロニーレーザーの奪回あるいは破壊を第一目標としつつ、ティターンズの殲滅も視野に入れて動きます。立花隊はティターンズの温存部隊と戦ってハマーン様率いるコロニーレーザー奪取部隊の支援をします。じゃあ俺たちは間違ってもレーザーに撃たれることはないってことか。そうですね。でも後がないティターンズの部隊との交戦になりますから、相手も背水の陣で来るでしょう。油断できませんよ。うん、了解だ。ティターンズを叩きエウーゴも疲弊すれば、その後はアクシズが主導権を握ることができるはずだ。みんな出撃するぞ。ユニットを選択してください。してください。この設定で出撃します。敵部隊迎撃に出ました。撃破してください。ここで言うのもなんだけど、隊長、この戦いが終わったらなんでもないです。ダッシュは失敗したようですが、レーザーはティターンズ主力部隊に向け発射され、ティターンズは事実上壊滅。さらにコロニーレーザーは発射に耐えきれず稼働不能になったとのこと。少し予定と違ったけど作戦成功ね。これでエウーゴはボロボロ、ティターンズは完全崩壊よね。ハマーン様が温存しているアクシズ本体で、これからは本格的に地球侵攻が開始されるでしょう。我々の前途は明るいです。そうだな。これでジオンは蘇る。隊長、その傷は。さっき少し被弾してな。何、大したものはない。隊長、シャーリー中尉、ファミル少尉、早く隊長を安全なところへ。しいカードをゲットしました。新しいステージが追加されました。キャラクターを成長させてください。昇進おめでとうございます。移りゆく戦況の中、エウーゴのコロニーレーザー砲がティターンズの主力艦隊を壊滅せしめた時点で、ハマーンは軍の後退を決定する。求心力を失い解散することとなるティターンズ。主だったパイロットを全て失い、ほとんど無力となったエウーゴを尻目に、戦力の温存に成功したアクシズ軍は地球圏の本格侵攻作戦を開始する。ハマーンの策がまんまと成功したのである。戦いで重傷を負ったカムナ橘は一時の療養生活を余儀なくされてしまうことにはなったが、今までの戦いで果たした成果は大きく、来るべきジオン復興のため特別待遇にて英気を養うのだった。